ああ、そうなんですね。うん。はい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 。うん、あ、相澤さんはしきりになんか KGB にも本当は相手にされてないとかっていう裏情報をつかんだとかって。相手にされてないですよ。自分が連絡取ってるじゃないですか。その KGB の先輩たちも含めて。あいつはハッタリですから。あれこれ、だから、あの人プロレスもおかしいし、タイソンさんも絶縁したじゃないですか。はい、復縁したの。でもその夜になんか連絡取りましたとか言って、なんか配信したんじゃないですか。連絡が入って。愛藤さん、本当に、あれ酒やめた方がいいですよね。でも酒の問題じゃないですよね。どこされてますよ。じゃないんですか。酒の問題じゃないですよ。もう配信で、なんかその、はい、例えば、リジュン、リジュンが、なんか嘘を言ってるじゃないですか。はい、嘘を言ったみたいな。今度今、タイソン君が、あの、嘘を言ったとかってずっと言ってたじゃないですか。あの、二、はい、人は嘘を言ってるみたいな。はい。ケロがずっと言ってて、その初めは、リジュンが嘘つきだ、嘘つきだってずっと自分と一緒にコラボするために言ってて、今度は、はい、タイソン君に噛みついて、タイソンが本が嘘だとか、何度か言ってることが嘘だとか、3000戦なんかやってるわけないからねとか、今度タイソン君に噛みつくようになって、そうするとなんか、あの、視聴回数が上がるから、うん、あいつらとりあえず2人とも俺の射程だったのに、あの、はい、自分を超えちゃって気に入らねえとか言って、なんか自分が3つワンツースリーであげたので言ってるじゃないですか、そういう気に入らないとか言って。小山さんが射程だったんですか。小山さんの射程だったんですか。ちょあのケロの射程がリジュンとタイソン君だったんですよね。まあ、でそのそうそう、リジュンの射程がタイソン君だったから、タイソンも俺の射程と一緒だみたいな感じで、はい、でなんか2人がその超えちゃったから、はい、あの人気とか知名度とか収入とかが超えちゃって悔しいっていうのを、自分がそのドラショとあの初コラボで内藤ケロを連れてって、その夜、はい、あの今日の配信なんか帰りにその2人のことを文句言い出したんですよ、すごい。うん、もう あいつらやるわとか、はあはあはあ、タイマー張るからとかから始まって。で闇、はい、なんか初め闇討ちするとか、はい、あいつの家もあいつらの家も知ってるから闇討ちって、うん、そういうのやめた方がいいんじゃないのって言って、うん、そういうんじゃなくて、もうなんかもう大人なんだから、もうこの年で、はい、あの、うん、喧嘩の話なんて恥ずかしい、大人だから、もうあの仕事だから仕事だから、はい、で、はい、あの、まあ